こんばんは。アラフィフ YouTuber まゆさりです。変なの映っちゃった。今から、私が動画を撮ろうと思って、今これ何動画を撮ろうと思ってメイクをしているんですが、くーちゃんお顔見せて。その、メイクをしているそばを離れません。本当に2泊3日お家を開けただけなんですけども、本当に私がいなくて寂しかったんだなって思います。だいたいこんなメイクを、あー落ちちゃったごめんごめん。メイクをしてる時とかは向こうの部屋でねんねして近くには来ないんですけど、もうすごい寂しかったんだね。離れないね、ずっと。今日でも20時間ぐらい寝てたんじゃない。起きたらママのところに来てるね。20時間は嘘か。起きたらママのところに来てべったりして、ちょっと落ち着いたらまたねんねすんのの繰り返しだねねえ、かわいいね。よしよし、はい、じゃあいいかな。よしよし、皆さんにバイバイ言って。よしよしまたねってね。よいしょね、バイバイ。皆さんこんばんは。アラフィフ YouTuber まゆさりでございます。ピッピピッ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 アラフィフ YouTuber まゆさりともう離れない、そばを離れないウニです。でウニはライトが眩しいのでちょっと消します。うーちゃんライト消したよ、ほら。うん、嫌なんだか。だって離れるの嫌なんでしょ、ママと。見て、こんばんは。もうずっとずっとそばに離れないから、で向こうの部屋に置いたらすっごい寂しそうに見てるので連れてきました。あ、じゃあ一緒に踊ろうか。よし、踊るときはじゃあ何踊る、何踊ろうか、ママと。いつものやつ、いつものやつ踊る。へーへー、なちぐろうに、へーへー、なちぐろぐろぐろ、クリスキな、クリスキだよねなんかもうずっと離れないんですよね。次何ちゅる、何ちゅる、何ちゅる。背中がいいんでしょ。わかったわかった。じゃあママこれやるから、こっちおいで。
ちょっと待ってくださいね。おいで、いいよ。お背中でしょ。いや、やめなよそれ。はい、よし。はい、これだったら TT できるよ。じゃあ TT 兄弟いきます。せー、いくよ。ちゃんとやって。いやー栗が好きなんでしね。いくよ、せーので、せーので、 TTTいただけ。さよなら、さよならして。じゃあライト消します。はい、じゃあうーちゃん、うーちゃんこっち見て。うーちゃん、うーこっち見て。みんなにバイバイって。なんか目が緑に映るね。もうじゃあいいかなね。よいしょ、降りて。気は済まないかもしれないけど、とりあえずいいかな、いいかなカポって言ったね今猫でもうがんうって言うんですね。今カプって言いました。はい、じゃあね、じゃあとりあえず、じゃあバイバイでお世話になりました、ありがとうございますはい、ごめんね、ママ頑張るから、今からちょっと頑張るからね。ありがとう。あ、よいしょ。もしかしてママ入れてなかった？お腹空いてた？抜けてるね、ちょっと。ごめんなさい。さっきからお腹空いてたのかな。じゃあゆっくり、じゃあママチン食べなよ。え？ごめんね、気づかなかったママ。ほんとごめん。ママダメだね。ママダメだ。ごめんなさい。はい、どうぞ。はい、それでは、ちょっと、あれ？おかしいな。まんまいっぱい入れてるつもりだったんですけど、今日ね、今これで急に思い出したけど、ウニのご飯入れてるつもりで入れてなかったくせに、自分はパンがないと思ってパン2つ目買ってきたんです。まあこれは余談として、ほんと私なんかボケボケだな。それでは気を取り直しまして、びっくりしちゃった。ほんとね、ティッティティも踊ったしね。タタタタタタ、トゥ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 ユユ、あパンパパンパパヤヤヤン、パンパパンパパヤヤヤン、パンパパンパパヤヤヤヤヤヤン。パンパパパンヤヤヤンヤン、パンヤヤヤンヤン、パンヤヤヤンヤン、パンヤヤヤン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 、パンヤヤヤン、パンヤヤヤン、パンヤン。はい、それでは始まりました。
アラビフ YouTuber まゆさりの時間でございます。こんな話でもう7分も過ぎちゃった。どうしよう。あとじゃあ10分ぐらいで今日しようと思ってた話をしなきゃいけない。今日は前回旅行に行ってきた話なんですけど、旅行に行った時のそのひっちゃがめっちゃがだった話を、少ししたいなと思いました。じゃあ始まりますね。まずですね、これを見せなきゃいけません。たった2泊3日だったのに、それはとても楽しい東京観光の、2泊3日でした。でもその後お家に帰ってきた日は、東京観光したビデオを出して、そして皆さんからコメントをいただいて、でその時も元気で、コメントを嬉しくてやり取りして、でだんだんその後眠くなってきて、そのまま寝ました。それで旅行は2泊3日だったのに、その後、5日間ぐらいずっと、寝込みました。帰ってきて動画を上げてコメントを皆さんとやり取りしたまではちゃんと元気だったのに、その後に疲れがドドドドドって押し寄せてきて、5日ほど寝込みました。寝て、ひどい時はご飯も食べないで1日寝続けて、次の日はご飯食べたら眠くて寝て、それが5日間続きました。それでなんでそんなにたった2泊3日なのに疲れたかというと、まあ私がもともと旅行慣れしてないし心配性だっていうこともあるし、交通アクセス音痴っていうのもあるんですけど、一番の理由は多分荷物がすごく重かったんです。でその荷物をどれぐらい持っていたかというと、まず絶対手が、開くようにこうやってリュックを持っていきました。そして今は向こうの部屋に置いてますけど、ウエストポーチをしました。そこに、カードとか、小銭とか、あとなんだっけ、 iPhone とか大事なもの、絶対肌身離さずのものを、入れました。だからそれで1、2でしょ、ウエストポーチで。で服とかレインコートとか着替えとかがいっぱいで、まずこれを持ちました。そしてケチなのでめったに行かないのに、あのカートっていうかコロコロ今流行りのを買うのは嫌で、家にあるスーパーのフェスタでもらったこんな、こんなの知ってますか？スーパーのね、でもらったのに、これに着替えとかいっぱい入れました。もう着替えもなんかなんていうの、ブルゾン上から羽織る寒い時用のとか、カーディガンとか、もし暑かった用の半袖とかいっぱい入れました。でこれで何個、全部で6個だと。それでお水を入れたりいろんなものを入れたりして、これ冗談じゃないんですよ、引かないでくださいね、これで東京観光ですよ。1、2、ウエストポーチ、3、4、5、6、そう、全部でこうやってたかな、6個。いつも6個持ってこういう状態で、そうですね、1日目で、2日目はホテルに置けるから、1日目と3日目帰る日はずっとこれでした。
これでそらもう観光をしているわけですから、ほんと疲れますよね。それで、本当に自分で、ちょっとごめんなさい。自分で今回本当に、なんていうんですかね、心配性はいけないなって思った話がこれなんです。もう荷物が多くて多くて、本当大変で、もうこれね、今軽いですけど、その時はすごく重たかったです。レインコートも、なんだっけ、傘も入ってたし、結局傘もちょっとしか使わなかったけど、でも雨降ったからね。そんな感じです。もう大変だった。そんなこんなで、どうしよう。今日はこんな感じでね、時間がすぐ経っちゃいました。とりあえずちょっと座ってトークかなと今思っています。ちょっと待ってくださいね。はい、やっぱりね、たくさん5日分ぐらい、5日ずっと寝てね、よく寝た時はやっぱりお肌の調子もいいし、この鐘の音も1回で、すごく皆さんに気持ちよく伝わる鐘の音だったんじゃないでしょうか。ですね、お肌もね、ファンデーションも今日はワンプッシュ、私のファンデーションっていうのは一回押してピュッて液体で出てきて、それを塗る。それでまだちょっとうまく隠せてないなって、シミとか隠せてないなと思ったら、もうワンプッシュピュッて出すんです。今日は本当にワンプッシュしか押してないのに、すごく調子がいいですね。やっぱり睡眠が一番ですね。ね、何よりも睡眠。ですね、今日はなんか急に寒くなりました。皆さんのところはいかがですか？お昼あったかくて、朝晩寒くないですか？うわー、今のうーちゃんです。またうーちゃんが来てます。ママのそば離れたくないんですね。うーちゃんごめんよ。どこまで話しましたっけ。朝晩冷えることはないですか？体調に、皆さん体調乱れはないですか？とにかくね、ぐっすり眠ることが大事なんで、とにかくぐっすり眠ることが、はーい、大事なんで、はい、どうした？どうしたかな？寂しいな。寂しくなっちゃった。いいのかな？寂しくなっちゃったかな？本当。今日すごいね。ねえ、離れたくないんだ、ママと。すっごいね、顔が。もう全然私と離れたくないみたいですね。やっぱり 2,3 日離れたのが嫌だったんですよね。ママお話続かないね、うーちゃんのせいで。別に悪くないよ、いいよ、かわいいね、いつも大好きだよ。でもどっちつかずになっちゃうもんね。ですね、皆さんが体調大丈夫でしょうか。寝ることが一番大事なんでね、ねんねしてくださいね。はい、うーちゃんこれホットミルクだよ。ホットミルクだけど、この前
1週間前にホットミルク飲んでお腹壊したね。いい。カメラに注意しなくていいよ。ね。もうちょっとね、やりたいようにやらせなきゃ。それ倒さないでね。今ね、カメラを備え付けている棒に向かって顔をすり寄せようとしています。でもそこにいなよ、ママ続けるからね。面白い子ですね、本当にね、可愛いんですよ。今年8歳になります。早いですね。小学校だったら2年ですね。ランドセル買ってあげたいぐらい可愛いです。ですね、今回の、旅行でね、さっきすごい荷物あったでしょ。で、あの荷物を持ってうろちょろしててね、本当にね、珍道中でいろんな人に助けてもらって、東京の人は冷たいとか10年ぐらい前ずっと思ってたんですけど、全然冷たくないですね。浅草の人とかだからか分かんないけど、すごく優しかったです。道を尋ねて嫌な顔をなんかされなかったです。2日目の朝、2日目はね、これ本当はずっとどこに行ってって言いたいんだけど、結局ね、大したとこ行ってないんですよ。東京駅行って、浅草の、浅草寺行って、で浅草の東洋館行って、ノイルコイルさんのコイルさんに会って、おぼんこぼんさん見て、それから夜吉祥寺に、社長に会いに行って、そのまま、車で、ホテルまで送ってもらって、で帰ったのも早いです。もう多分8時とかにはホテルに着いてたと思います。それから朝早く起きて、スパがついてるんで、お風呂からスカイツリーが見えるんですね。でお風呂また朝入って、で朝またもう一回浅草寺行こうと思って、人もっと少なかったですね、昨日より。で行って、で浅草寺の神社行って、鐘見て、次築地行って、で築地本願寺ですね、まず築地本願寺行って、その帰りに築地に行って、マグロと牡蠣を食べて、でそのまんま新宿行って、友達と3時間お話しして、で友達がお土産持ってこなかったからって言って、魚肉ソーセージとなんか 250ml のコンビニワイン、美味しいのヨセミテっていうのを買ってくれて、それ持って、またここから乗るんだよって教えてもらった通り帰ってきて、でもう2日目帰ってクタクタで、その夜浅草にご飯食べに行こうと思ってたのも変更して、ホテルのから本当に5分ぐらいの、セブンイレブンでなんかお蕎麦買って、そうでもお蕎麦買って食べて、でお風呂入るからワインも飲まなくて、でお風呂をゆっくり入ったんで、もうワイン飲む時間なくなっちゃって、それから、次の日、雨だったんで、浜の離宮とか、出てこないや、新宿御苑行きたかったのに雨で行けなかったから、急遽またホテルの人にスカイツリーの行き方を教えてもらって、電車ね、それで、スカイツリーで空町っていう、そのなんていうのかな、スカイツリーの下にファッションビルとか水族館とかくっついてて、でそこに行きました。で行ったんだけど、
着いたのが12時半ぐらいで、でそのままその空町のフードコート、フードコートでまた、どんぶり食べて海鮮どんぶり食べて、でそうこうしてるうちに、まあ水族館に2時間ぐらい行けるなと思ったんだけど、水族館も結構いいお値段するのに、なんか満足できるほど回れるかなっていう体力的っていうか気力的な自信もなくて、なんかもったいなくなりましてね。それでそのスカイツリーの下の空町のところをぐる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 回って、でたくさんお土産屋さんとかあって、でねお土産ねすごく買いました。ちょっと待っててね。すごく可愛いの買ったの。多分あのね、もう多分みんなが欲しい、すごく流行ってた、流行ってたっていうか、ちょっと2020年って書いてたからね、まあ去年盛り上がったキャラクターなのかどうかわかんないんだけど、今もちょっと私今もうすごい可愛いなってブーブーです。待ってください。これはあかりね、東京駅でお土産買った時の袋もらったの、限定の袋だって、可愛いでしょ。じゃあ紅茶ひよこ、また皆さんと一緒に食べるね。それから東京パリわさび、これもうすぐ食べちゃった、もう空っぽすぐ食べちゃった。おせんべいが好きだから。それでこれが今取りに行ったのね。じゃじゃじゃーん、すごくかわいいよ。なんだと思う？キャラクターわかる？スカイツリーのキャラクター、ででんででんでんでん。これ買うのだけでも40分ぐらいずっとぐるぐるしてたから、結局水族館とか行く時間なくなっちゃったの。何買うのも迷うからね。行くよー。ほらー、かわいいでしょー。これなんて言うんだろう、これなんて言うんだなー、あー、ソラカラちゃんって言うの。ソラカラちゃんかわいいでしょー。でこの子もぬいぐるみとか、ボールペンとかキーホルダーとかいっぱいあったんですけど、もう私よく考えてね、一番欲しいもの、この反射するの、これなんていうの、ライトに当たるとピカッと光る反射素材のマスコットです。裏側は全面が反射素材になっています。表側はソラちゃんの周りが反射素材になっています。この周りだよね。そう、私こういう可愛くて実用的なのが好きなので、これをさっき私、やってた、リックサックをいつも背負ってるので、リックサックにこれをつけようと思っています。可愛いでしょ。これ私本当にしばらくマイブームだよ。だからで、じゃあさ、たくさん買えばいい、たくさん他のものも買えばいいって思うでしょ。なかなかね、なかなかそれがパパってものをね、なかなか欲しくても買えないのそうこうね、そうこうしてるうちに本当に時間が経っちゃって、またね、また次小出しに少しずつ話していく。なんかね、すっごい楽しいこといっぱいあったんだよ。私が切符買えなくてね、もたもたしてたら、いろんな人が助けに来てくれてすごかった。もう皆さんにお世話になってね、そんなはちゃめちゃな話もしようと思ったんだけど、本当にさ、なんていうのかな、時間パパって過ぎちゃった。じゃあね、これでももういい時間になりましたんで、今日はこれでひとまず終わろうと思います。たくさん寝たのにね、また今日も眠たくなってきたので、また今日もお化粧取ったらすぐ寝ます。そして近いうちにまたすぐに皆さんに会いに来ます。
皆さん、急にさ、寒くなったりするじゃない？風邪気をつけてくださいね。大好きよ。じゃあ今日はなんかもう本当に、いや怖い、ウニ何なの、ウニが急に入ってきたりね、いろんなことがありまして、時間がこんなことになってしまいました。ウニもう一度だけ出なよ、みんなにバイバイする。ほらちょっと待ってくださいね。よいしょ、ね、みんなにバイバイしね、早く。じゃあ今日はね、もう今日はね、寂しかったんだね。じゃあ皆さん、長い長い長いでしょ。長いウニです。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。だこちゃん後にしようかね。はい、それでは皆さん、アラフユーチューバー前さりでした。危ないよ、うち行ったら。またねー。